レクサス LS、LS、LS は、トヨタ自動車が展開する高級車、ブランド、レクサスの、フラグシップセダンとして販売されているセダン、F セグメントである。2018年現在で販売されているのは5代目、モデルであるが、初代から3代目モデルまで、日本国内に限っては、トヨタブランド、トヨタ店、トヨペット店にて、セルシオとして販売されていた。また、 四代目モデルからは、通常のガソリンエンジン車に加えて、ハイブリッド使用車も追加されている。1989年、トヨタがアメリカ合衆国を主要マーケットとして新たに立ち上げた高級車、ブランド、レイクサスの最上級車として、ES、日本名、トヨタ、カムリプロミネント、ウンダムと共に、初代モデルが発売された。従前、 北米の高級車市場は、キャデラックやリンカーンといった、米国メーカーや、メルセデスベンツや BMW といった、西ドイツメーカーの独壇場であり、あくまで大衆車の域を出なかった、日本車メーカーが割って入る余地はないと思われていた。しかし、トヨタは1980年代初頭からマーケティングを行い続けた結果、静粛性や快適性、高品質の追求により新規参入の余地はあると、 判断。初代 LS の開発がスタートした。1989年に発売された LS は、トヨタの目論緑、通り、北米マーケットで、低くてあまたの人気となり、レクサスブランドの石を築くきっかけとなった。特に静粛性や、搭載される V 型8気筒エンジン、1CFE 型の完成度の高さなどは他メーカーに大きな衝撃を与え、 同クラスの高級セダンの車作りの概念をも変えてしまったと評価されるほどだ。同時期に日産自動車が同様に北米市場にて高級車、ブランド、インフィニティを立ち上げるも同様のインパクトがなく中は失速状態でのスタートとなったのとは対照的であった。また、レクサスの成功により後にフォルクスワーゲンなどの大衆車メーカーが 高級車市場へ参入するきっかけともなった。1989年に販売を開始、同年秋には日本国内でもトヨタセルシオとして販売されるようになった。それまでトヨタの北米市場では最高級車としてクレシーダが存在していたが、レクサスブランドの導入により、それとは全くの別格、別ブランドのモデルとして位置づけられた。 1994年にフルモデルチェンジ。1997年マイナーチェンジ。フロントマスクが大幅に変更される。エンジンに VVTI、可変バルブ機構が搭載され、5速、AT、ディスチャージヘッドランプなどが採用される。2000年にフルモデルチェンジ。2003年マイナーチェンジ。内外装を変更。6速 AT や AFS などが採用される。 2005年10月、東京モーターショーにて、コンセプトモデル、LFSH を初公開。翌2006年1月のデトロイトモーターショーで、市販モデルのプロトタイプを出品。同年4月に、日本国内で発表。2006年9月19日、日本国内でも、レクサス LS460 として、正式発表。LS 専用の新プラットフォームを使い、前後とも、 アルミニウム合金製のマルチリンク式サスペンションを採用。エンジンは従前の1ス FE、3ス FE から約17年ぶりに全面刷新された 1URF 姿を搭載する V 型8気筒直噴 4608cc。量産乗用車では世界初となるシーケンシャルシフト付き発足 AT8 スーパーエクトが搭載されている。ボディサイズは 全長 5030mm、ロングボディ仕様は 5190mm、全幅 1875mm、全高 1465mm、ホイールベースは 2970mm、ロングボディ仕様は 3090mm となり、トヨタブランドのフラグシップセダン、センチュリーをもしのぐ。 発売当時の日本国内での価格は770万円マイナス965万円。標準仕様のほか、専用デザインの19インチアルミホイールタイヤ、サイズは245、45、R19 と制動力を高めた、専用の体型4ポットアルミモノブックブレーキキキャリパーと冷却性能に優れた、スパイラルフィン式の体型ディスクローター、全、ファイ357、 ファイ335、そして専用チューニングエアサスペンションなどを搭載して、走りに重点を置いたバージョン S をはじめ、逆に、標準使用者の足回りはそのままに、アームレストスイッチや鉱石パワーシートなど、後石の装備を充実させたバージョン U があり、各グレードにアルカンターラルーフ、セミヤニリン本革シート、ステアリングヒータ付け本木名本川ステアリングを装備した。 アイパケッジがセットメーカーオプションとして設定される。なお、バージョン U にはステレオカメラフュージョン方式のプリクラッシュセーフティシステムがメーカーオプションで設定される。リアはトヨタ、クラウン、13代目やマーク X、初代なども採用したマフラーエンドとリアバンパーが一体化したデザインを採用している。ホイールの PCD は 120mm。 2008年8月、イヤーモデル制度を取るレクサスブランドの方針に従い、初の年次改良を実施、2009年モデルへ移行。それまで海外使用者にのみ設定されていた、ロングボディ仕様、LS460 リットルオフィ使用者にも導入。なお、グレード体系や装備は、ハイブリッド仕様の LS600HL シリーズに準ずる。 またトルクスプリットオードを搭載したオードモデルを追加設定した。なお、駆動系の最適化を図るべく、エンジンの出力が 2WD 車よりも若干下げられている。また、LS460 全車共通改良として、パンク修理キットをオプション設定。これにより、スペアタイヤを省くことトランクルームの容量を拡大し、緊急ブレーキシステムやミリ波。 レーダー方式プリクラッシュセーフティシステムの標準化、一部グレード、といった安全装備を充実させた。また本側シートとセミアニリン本側シートに、助手席、ポジションメモリーを新たに搭載し、地上デジタルテレビのオプション設定、さらに、センタークラスタースイッチの文字が日本語表記と、英語表を選べるようになった。2009年10月モデル2度目の年次改良実施。 2010年モデルへ移行。発売から3年を経過していることもあり、マイナーチェンジに相当する大掛かりな改良を実施。エクステリアはグリルバンパーなどの外装パーツの衣装変更を実施し、ボディカラーの新色設定、差し替えが行われた。インテリアにはトヨタクラウンハイブリッドに先行搭載された TFT 液方式のグラスコックピットファイン。 グラフィックメーターをオプション設定。またセンタークラスターの衣装変更や、オーディオダイヤルにアルミ材を採用するなどの改良が図られた。レクサス初となるカスタマイズプログラムで、シートドアトリム、本、木目パネル、ルーフにまで、たくさんのカラーが用意され、さらにシートやインパネの各ステッチのカラーを自分で選択できるいうもの。その組み合わせは、約3万通りにもなるため、 自分だけの LS を作ることができる。従来のバージョン S をベースに、レクサスのスーパーカーモデル、F パフォーマンスの第一弾、i s F のような超高性能の走りと運転する楽しさを徹底的に追求した本格的なスポーツグレードで、海外使用者には LS スポーツとしてラインナップされている。エクステリアには専用のフロントグリルとサイドロッカーモールをはじめ、 空力性能を向上させる前後アンダースポイラー、標準装備している。またインテリアには、専用内装色となる、ブラックサドルタンが設定され、また、i s F 同様に高い横 G にも耐えられる、サイドサポートの大きな専用スポーツシートが、採用されている。エンジンそのものに、特別なチューニングは行われていないが、トランスミッションには、IS、i s F に搭載されている。 8スピード SPDS に近いチューニングが施された。これにより、ステアリングにも LS シリーズで唯一となるパドルシフトが搭載され、シフトダウン時にエンジン回転数を最適化するブリッピング制御を搭載するとともに、スポーツ走行にも適したダイレクトで素早い変速が可能となっている。また、足回りには専用チューニングのエアサスペンションを搭載。ブレーキにはフロントに、 イズ F から流用された、ブレンボ、ブレンボ車射精6ポットモノブロックブレーキキャリパー。リアは、LS460、LS460 リットルオード、LS600H、600HL と同じく、スパイラルフィン式、ベンチレーテッドディスクのモノブロックにポットとなるが、専用の高摩擦ブレーキパッドが採用されていると、こちらは、LS 専用となる380ファイの体型ブレーキローター。 ちなみに、イズ F は360ファイのドリルドホール付きだが、こちらには冷却用ドリルドホールは採用されていないを、組み合わせ、ストッピングパワーを向上させている。タイヤは従来と同じく前後245、45、R19 サイズとなるが、よりグリップ性能を向上させた、専用のスポーツタイヤを採用。さらに、こちらも、イズ F と、 同じく BBS 車製の専用単造アルミホイールを採用し、前述の専用スポーツタイヤとの組み合わせで、従来よりもハイレベルな走行性能を実現した。4名乗り仕様は、従来の鉱石セパレートパッケージをベースに、元キメと本側の格納式テーブルを採用した、鉱石大型センターコンソールや、 天井付け9インチ高精細ディスプレイを採用したリアとエンターテインメントシステムを追加装備する。また、同5人の利仕様には、全席センターコンソール後部に9インチの高精細ディスプレイを装備したリアシートエンターテインメントシステムを標準装備するなど、VIP 送迎用などのショーファードリブン需要に対応するため、リアシート周りを中心とした装備の充実や、 質感の向上を図っている。2012年7月31日、サンフランシスコにて2013年モデルとなるマイナーチェンジ版 LS を発表。日本での発売は2012年10月と発表された。同年10月11日に予告されていた日本使用者のマイナーチェンジを行い、同日より販売を開始した。形式認定こそ前期型、中期型と同一であるが、 主要構成部品約6000点のうち、約半数を変更するなど、実質的には、フルモデルチェンジに近い、大幅な設計変更がなされた、マイナーチェンジとフルモルチェンジの間にあたる、メジャーチェンジと呼称する。パワートレーンには、大きな変更はないが、エンジンオイルパン形状の変更、排気抵抗の低減により出力を向上させたほか、先ンテルファや GS、 4代目にも搭載された、吸気音を増幅するサウンドイネレーターが新たに搭載され、主に中から高回転域で、官能的なエンジン音を演出する。サスペンションのチューニングも変更され、乗り心地と操縦安定性のさらなる向上が、図られた。また、エンジンやダンパー減衰力、電動パワーステアリングなどの特性を、ドライバーの好みに合わせて、エコや、 スポーツなどの5モードから選べるドライブモードセレクトも新搭載。外装は GS4 代目や RX3 代目後期型、同様にレクサスの新たなデザインアイコン、スピンドルグリルを採用した迫力あるデザインとなった。内装もほぼ全面的に刷新され、液晶ディスプレイは GS4 代目に採用された12.3型高精細ワイドディスプレイに変更され、 パソコンのマウス感覚で操作できるリモートタッチや自発光指針のアナログ時計も搭載された。また、LS460 よびハイブリッドの LS600H には新たに専用装備を追加したスポーティ仕様 F スポーツが追加グレードとして設定される。同時にこれまで設定されていたバージョンス、バージョン S、バージョン U がラインナップから外れベースグレードバージョン C。 および同アイパッケッジバージョン L、イグゼキアティベパッケッジ、ロングボディ車のみ、ミ、カイスポーツ、新設というグレード構成になった。L セレクトは一部グレードを除き設定される。なお、この台より、韓国仕様については、従来国内放棄で規制されていた、LED ヘッドライトが装着されることになった。2012年10月のマイナーチェンジで新設された、グレード、GS、イズ、 CT-RX に設定されている F スポーツ同様、スポーティーな走りに重点を置いたセッティングになり、専用のローダウンサスペンション、トルセン LSD、LS460 のみ、アクティブスタビライザー、LS600H のみ、専用ブレーキ、フロントブレンボ製6ポットキャリパーを搭載。スピンドルグリルもメッシュ調の専用デザインになり、本革スポーツシートも専用のものが用意される。 2013年9月5日に一部改良が行われた。LED クリアランスランプに昼間の非視認性を高めるデイライト機能が追加されるとともにシャークフィンアンテナのデザインを変更。ボディカラーには新色のソニックチタニウムが設定された。2014年10月16日に一部改良が行われた。G リンク機能の一つである G セキュリティを強化し、 101の場合に遠隔操作でエンジン再始動とステアリングロック解除を禁止できるリモートイモビライザー携帯電話からドアロック、パワーウィンドクローズ、ハザード消灯などの操作ができるリモート操作を追加。さらに101バッテリーを取り外された時でも別の専用バッテリーから稼働して計を発し、盗難防止に寄与するセルフパワーサイレンを新設定した。ナビゲーションは マイケロスデカードを用いる SD ナビゲーションシステムを全社に標準装備し G-Link の新機能である音声対は先読み情報案内サービスエージェントやアプリケーションソフトの追加ができるレクサスアップス、レクサスアップスを搭載ドームランプフロントリアに LED を採用しパワートランクリッドをエスポーツにも装備した2015年1月8日に レクサスの日本開業10周年を記念した特別使用者 LS460 回スポーツ X ライン LS600H 回スポーツ X ラインを発売した LS460LS600H に設定されている F スポーツをベースに外観は専用スピンドルグリルフロントフォングランプベゼル専用リアバンパー下部に専用ブラック塗装を採用しメーカーオプションとして鍛造 専用ブラック塗装仕様の専用アルミホイールを設定。内装はブラックスカーレットのインテリアカラーを採用し、トリム部にはブラック、レッド、シート部にはブラックのステッチカラーを採用。装備面ではミリ波、レーダー式、プリクラッシュセーフティシステムと全車速追従機能付けレーダークルーズコントロールを特別装備した。ボディカラーはホワイトノーバガラスフレークと ブラックの2色が設定される。2015年9月25日に一部改良が行われた。搭載するナビゲーションシステムのビックス情報サービスがビックスワイド対応になり、気象庁発表の特別警報、地震を除くポップアップ表示、豪雨エリア表示、精度の高いルート検索や渋滞回避ルート案内等が可能になった。通信モジュールが LTE 対応になり、 レクサスオーナーズデスクとの通話をしながらのナビ目的地設定や G リンクをたウェブ検索での目的地設定が可能になっている。また5つのテーマから好みの配色を選べるマップカラーセレクト地図の全画面表示使用頻度の高い機能をワンタッチで呼び出す簡易操作画が搭載された。リモートタッチもパームレスト両側ノブ前方にボタンが追加された。ボディカラーは 新たにソニッククォーツが追加された F スポーツを除く2016年8月25日に一部改良が行われたボディカラーの入れ替えを行い新たにグラファイトブラックガラスフレークアンバークリスタルシャインディープブルーマイカの3色 F スポーツはグラファイトブラックガラスフレークのみを追加また FM 放送で AM ラジオの番組を聞くことができる FM 保管放送、ワイド FM に対応した。2017年1月8日、2017年、デトロイトモーターショーにて、5代目となる、新型 LS を世界初披露した。また、2017年3月7日には、2017年、ジュネーブモーターショーで、LS500H を、2017年4月12日には、ニューヨーク国際オートショーで、 LS500 回スポーツを、それぞれ世界初披露した。LC に続き、GAL グローバルアーキテクチャー、ラクジープラットフォームが採用され、低く構えたスタイリングを実現し、体型タイヤの採用により、力強い存在感を創出。これまでの4ドアセダンとは一線を画す斬新な、クーペシルエットを作り出すため、6ライトキャビンデザインを採用し、 フロントからリアまで抜けるシャープな構成からフェンダーがダイナミックに突き出す造形とした。またドアフレームとガラスの段差を少なくしたつらいジのフラッシュサーフェスウィンドウを採用し、より滑らかで美しいボディラインを実現している。先代モデルは標準ボディに加え全長ホイールベースを 120mm 延長した LS460 リットル。 LS600HL がラインアップされていたが、5代目のボディは1種類のみとなった。ボディサイズは、先代、LS460L、LS600HL と比較し、全長はプラス 25mm、全幅はプラス 25mm の拡大。一方、前方は 15mm 低められた。また、ホイールベースは 35mm 延長され 3125mm としている。 エンジンは、世界的なダウンサイジングコンセプトの流れに順次、LS500 には、新開発となる V 型6気筒3.5リットルツインターボエンジン、V35A 回 TS 型に、電子制御10速オートマチック、ダイレクトシフト 10AT を組み合わせる。先代、LS460、LS460 リットルが搭載していた、V 型8気筒4.6リットル、 一 UR 不型と比較すると、勝敗器量化され、また、機筒数が削減されてはいるものの、2機のターボチャージャーの効果により、大幅なパフォーマンスの向上を果たしている。2WD 車同士の対比で、最高出力は 30PS とオードが設定される。安全面に関しては、従来のレクサスセーフティーシステムを発展させ、高度な衝突回避支援と高度運転支援を、 実現したレクサスセーフティーシステム A が日本、欧州、米国仕様で導入され、i パッケッチ以上で標準設定。なお、標準仕様はレクサスセーフティーシステムを装備する。レクサスセーフティーシステム A に新たに採用された予防安全技術の一つ、プリクラッシュセーフティ歩行者注意喚起、アクティブ相打回避支援は従来までの機能に加え、世界初となる。 大型カラーヘッドアップディスプレイに歩行者の存在する方向を表示す、る、より直感的な歩行者注意喚起、ブレーキ制御に加え自動でソーダを制御する、アクティブソーダ回避支援を装備。また、レクサスコドライブは自動運転につながる高度運転支援技術であり、レーダークルーズコントロール、レーントレーシングアシスト、LTA の基本機能に、レーンチェンジアシスト、 LCA を加えた3機能を連携させ、高速道路や自動車専用道において、ドライバーの運転意図と調和した相打支援やレーンチェンジの運転支援を実現。カーブが多い道や渋滞時でもシームレスな運転支援により、ドライバーの運転負荷を大幅に低減することが可能。また、大型ヘッドアップディスプレイやマルチインフォメーションディスプレイなどと連携し、 ドライバーに支援状況を分かりやすく通知といった機能を併せ持つ。F スポーツはさらに優れた走行性能を実現するため、ベディムは VGRS、EPS、DRS を統合制御するレクサスダイナミックハンドリングシステムにアクティブスタビライザーを強調制御させることで、新たに車両のロールや上下運動も含めた統合制御を可能とした。また、 専用の20インチベンチレーテッドディスクブレーキ、20インチランフラットタイヤホイール、前後異サイズを採用した。初代登場以降、主に、米国においては極めて多数の受賞歴がある。特に初代と LS460 の評価は、突出している。このほか JD パーアソシエーツの調査では15年で、連続、1994から2009で、 最も信頼性の高い車に選ばれた。2014年には再びトップに返り咲いている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。